皆さんこんにちは、パンダです。これから皆さんにお見せするお話は、2007年5月携帯サイト魔法のアイランドに投稿された日高由香さんの、私がこの作品を初めて読んだのは今年の春頃になるんですけども、それからこの作品がずっと気になっていて、知り合いのプロデューサーさんや監督さん、そしてボンドのメンバーに相談をして今回映像化することになりました。実際に自分で日高由香さんを演じてみて、皆さんに見ていただきたいなと思ったからです。そして、実際に小説で描かれている文章をそのまま写したところもあって、少し見づらいかもしれませんが、どうか最後まで見てください。私の名前は日高由香、高校3年生です。この話は実際に私の身に起こった出来事です。私が彼女黒羽ひな子さんと関わりを持ってしまったのは、2年生になった4月初旬の頃でした。文芸部だった私は顧問の先生に彼女を入部させるよう頼まれていました。彼女は1年の時ある出版社のコンクールで賞を取っていたからです。黒羽さん、ちょっといい？何か用なの？私文芸部なんだけど、顧問の山下先生がぜひ黒羽さんに入部してほしいって。あ、ほら、黒羽さんって北新文庫のコンクールに入選したじゃない。先生もそれ読んですっごく評価していて、あ、今度一度部室見に。入らない。無理無理、あの子ならしょうがないって。黒羽さんってさ、1年生の時からあんな感じだったの？なんか中3の時に妹さんを亡くしたんだって。そのせいもあんじゃね、暗いのはさ。そうなんだ。頭はいいんだけどね。まあそれだけじゃ高校生活やってけねえし、ゆかも本当は苦手っしょ。まあね。そうか、お前でもダメだったか。惨敗だな。先生、黒羽さんにこだわりますね。ん？嫉妬か？いや、そういうんじゃ。あの子には才能がある。お前も読んでみろ。食わず嫌いしないでな。先生、私のコンクール用の小説添削してくれました？ああ。はい。
黒羽さんまた1位だよ。ねえ、いつも1位だよね。いつもどのぐらい勉強してるんだろう。だからいつも。あ、そうだよね。ゴールデンウィークも終わり、中間テストの成績が発表された頃、私たちのクラスで事件が起こりました。黒羽ひな子さんはいつも体育の授業を休んで隠れて勉強しています。皆さん、それは卑怯だと思いませんか？園田さんが黒羽さんを糾弾したのです。いくら勉強ができても体育をサボるのは良くないと思います。黒羽さんと掃除当番だった時、急に早退されて一人で掃除しなきゃいけなくなって大変でした。確かに黒羽さんは体調不良を理由にいつも体育の授業を見学していました。でも隠れて勉強しているところなんて見たことがありませんでした。では宮内さん、藤田さんの他に誰か意見はありますか？まずあいつも一緒、いっぱい休んでるくせにテストには必ず出んだよ。そうそう、髪の毛も長すぎ、高速違反じゃねえの。あいつ何考えてないかな。というわけで、反論はありますか？黒羽さん。ごめんなさい。ちょっと黒羽さん。何あいつ、あれで謝ったことなんの。馬鹿にしてる。黒羽さんも泣いて弱みでも見せればよかった。っていうか絶対やれるよ、貞子 VS 鬼みたいな。自分たちとは関係ない。本当ありえない。クラスは荒れるだろうけど、それはよくあること。その時の私はそう思っていました。かっこいいねえ。私たちみんなで黒羽さんのことを召することに決めたから、よろしくね。協力してね。翌日から園田さんの嫌がらせが始まりました。ねえねえ、私たち今日から黒羽さんのことを無視することにしたんだ、よろしくね。とは言っても最初から友達もなく、一人で行動していた黒羽さんには何のダメージも与えていないように見えました。ごめん。それでは多数決を取ります。秋の文化祭、演劇がいいと思う人。ある日のホームルームで私たちは文化祭の出し物について話し合っていました。いろいろな候補の中、園田さんが提案した演劇をやることに決まりました。では監督は私、園田に決定しました。よろしくお願いします。次に脚本ですが、ゆうか、立候補しなよ、文芸部じゃん。
うん、私推薦しよっか。私は黒羽さんがいいと思います。なんせコンクールで賞取ったんだし。いいんじゃん。だって黒羽さんの小説はプロにも認められてるし、話題性もバッチリだから。もし意義がなければ決定ということで。いいよ。では黒羽さんに決定です。いいですよね黒羽さん。では次に。もう完全デキレースじゃん。本当にユカいいの？脚本にみんなから文句つけられるの嫌。はい、やります。そうするのが園田さんの目的みたいだから。本当は私が書きたかった。日高、黒羽が脚本書くって本当か？はい。そっか、そりゃ楽しみだ。私はコンクールに専念しようと思って。今回は。そっか、そりゃ残念だったな。お前のも読みたかったな。山下先生の顔には黒羽さんの新作だけが楽しみだ書かれていました。私だっていつか黒羽さんの小説よりも多くの人に読まれるような作品を書いてみせる。小説だけは負けたくない。でも黒羽さんは天才でした。いえ、天才という言葉を当てはめていいのか。脚本執筆という園田さんの新しいいじめにも全く悩むそぶりもありませんでした。黒羽さんは脚本を書き続けました。休み時間もお昼も放課後もずっと。作品を書くということはこれほどまでに命をかけないといけないのでしょうか。黒羽さんは所詮私やテストの成績にこだわっている園田さんが対抗できるような人ではなかったのです。そう、人では。